はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。津島陽子様、ピゴキウイ様、N川様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援いただきまして誠に、ありがとうございます。N川様はですね、すごく珍しい名字なんで出しちゃうとなんか数が少ないんで N 川様とさせていただきたいと思います。津島陽子さんからはお手紙もいただきました。ありがとうございます。ちょっと言えないんですけれども、津島さんは賢い人しかなれない職業、その職業だといえば、ああダモいんだなっていうのが普通な職業でして、こういう方は文章も本当に分かりやすいな、感心しておるところであります。なんか超個体をお買い上げいただいたようで、自分より頭が良さそうな方に自分の書いたものを読まれるっていうのも、ちょっと身が細る思いしますね。大丈夫かなって、鼻で笑われちゃったらどうしようみたいな感があります。本の作者ってそういうこともあるんだな、思いました。北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会が内閣府に提出する被害者救出嘆願署名を集める活動をメール党員の皆様に、お手伝いいただきまして高田の場で行いました。この上り私がデザインいたしました。ブルーリボンバッジがモチーフとなっております。10代20代の若者はですね、半分ぐらい署名してくれてですね、意外にも、おっさん感激であります。生まれてもなかっただろうに、その事件が大騒ぎになった頃は生まれてもいなかっただろう若者が半分ぐらい署名していただいて、誠に感激いたしました。高田の馬場っていう土地柄もあっかもしれないんですけれどもね、なんと麻布大学6年生の10位の卵女子もお母さんと来てくれました。驚いた。俺が言ってた頃、まあ30年以上前ですけれども、ボロボロだった建物どうなりました？新しくなってますさすがにね、そうだよね。30年前にすでにボロボロで崩れそうだった2号館というのがあったんですけども、まあまあそんな話でね、こういうのは飽きずに継続しないと、日本人は諦めてないぞ、忘れないぞっていうのを北朝鮮に示さないとな、思っております。活動で反省すべき点が多々あったので反省会で反省もいたしましたまあお手伝いいただいたメール党員さんもね、またやりますんで、場所変えるな、場所変えてまたやりますんで、メール党員の皆様、よろしくお手伝いお願いいたします。 C 和夫記者会見、記事を読む前にとりあえずお前が言うな、お前には言われたくないと言っておくと、和夫いつまで信教の自由盾に反社カルト集団に優遇を与え続けるのか、政府は速やかに、解散すべき、解散させるべき、いうようなことを言いました。世論であります。自己紹介、もしかして共産党反社のカルトっていうことですか。共産党かて似たような洗脳してるじゃん。反社会的、反社政党もほっとかれへんよな。リアル50歩100歩カルト政党も解散すべき、日本共産党も反社ですよね、などと反社が吠えてます。反社公安監視団体が吠えております。破防法からの共産党の解散を望みます。オウムの解体には反対してましたよね。オウムの時に破防法適用に反対したのはなんでですか。共産党はいつ解散するんですかお前が言うな。いつまで信教の自由を盾にとか言っちゃってるけど、表現の自由を盾に好き放題やってる共産党に言われたくないよね。なんか立川市の凱旋で共産党員、うるせえよかなんか文句言った、通行人のおじいちゃんに表現の自由だって言いながらタックルかまして、尻餅つかして骨盤骨折、表現の自由タックルと名前ついてましたけれども、
内心の自由を尊重しろって日頃うるせえのに見事なダブスターだな、お前が言うなって言っておいてよかったな、共産主義がカルトなので他のカルトは許せないんですよ。ライバルカルトだから、ソ連もロシア正教以外の宗教を弾圧したし、中国共産党はね、今教会潰して回ってるんです。党公認の教会しかダメっつって、それ以外の教会潰して回ってます。反社カルト集団、ここでもお前が言う、それ判断するのは司法であって C 和夫ではない、裁判官にもでもなったつもりか、ズーズーしいったらありゃしない。傲慢なんだよね左翼ってね。裁判官でもねえのにあそこはヘイト集団とか、レイシストとか、それ決めんのは裁判官だから、裁判官だから差別しているとかしてないとか、それ決めんのも裁判官だから、最終的にはね。毎日新聞、国葬の男子トイレの大行列に見た国民の分断なんてことをつらつら書いておりましたけど、世論読むだけ無駄、オチは大体わかるから読まない。分断されてることにしたいのだな。分断を煽ってるのはお前らメディアなの分かってる。トイレは差別と深く結びついている。何言ってるか分かんない、本当に分かんない。無理やりなこじつけで草、電波受信してるの？武道館は男子トイレが少ないから。つうかまだアベアベ言ってんのか。有料記事なんで続きは読みませんけど、安倍が言いたいのはまあ分かりますよ。こいつらもはや安倍が京都だな。有能な社員はとっくに見限って早期退職してる、し残ってるのはカスばっかの新聞の劣化が止まりませんな。こういう難癖こじつけ、書き散らして一般人に呆れられ、ますます部数を減らしてくれ、子孫のためにと思ってる次第であります。劣化しているのは毎日新聞だけでなくてですね、東京新聞、世界108カ国で廃止している死刑をなぜ続けるのか、死刑やめろ、記事書いておりました。終身刑の議論が進まないからだよ。まあそうですね、終身刑って本当に死ぬまで、入れとくのかっていうのがまだ決まっていない。再犯防止と抑止力になってるだろう。自分が犯罪者予備軍だと自覚しているから死刑に反対すると、死刑がない国はその場で射殺するから、犯人をその場で射殺できる野蛮国と一緒にしないくれ。現場で射殺するより裁判も受けられて人道的。悪いことしなきゃいいじゃん。これだよね。これ。悪いことしなきゃいいじゃん。これ。これですよ。暴力革命目指す共産主義者がしつこくうるさく死刑廃止を言い続けてるんですね。自分らが死刑になると嫌だからね。山上が死刑求刑されそうだから必死で擁護記事書いてんのかなーって思いますけれども。何を書いても、ことごとく論破されておりました。結論ありきのへりくつこねんのは大変だな。廃止している国が間違えてるだけで、間違えてる国は108カ国もあるのか。多分ですけど、人を裁けるのは神のみっていうキリスト教の影響大きいんじゃないかな。死刑廃止してるとこは、人の身で人を裁くことなどできないっていうのが、ありますしね。全く身に覚えのないものだけ、この女に石を投げなさいなんてキリスト言ったらしいですからね。死刑がない国では現場で射殺するからっていう意見が多かったが、ギャグですねこれね。死刑がない国では逃げるために死に物狂いで、それ以上罪を重ねてもね、刑期が終身刑で変わんないんだったら警官を害すこともためらわないので、警官だって命がけですよ。むざむざやられたくないから撃っちゃうんですよ先にね。日本の警官今5連発の38スペシャルって弾使ってるんですけど、死刑廃止になったらですね、45口径とか9ミリの17連発とかになりますよ。パトカーにはですね、12番のショットガンとか223のセミオートライフルが常備になりますよ。これ左側の人がショットガン持ってますね。右側の人が223のセミオート持ってますね。今でさえ
募集に苦労してんのに警官、ますますなり手がいなくなって、警官は嫌だ、犯人に抵抗されるから、死に物狂い、人材来なくなっちゃうしね、懲役で社会から隔離するのは社会を守るためですね、死刑は危険人物を永遠に社会から遠ざけるっていう意味があります、それに絶対再犯は防げるっていう意味もありますよね、死刑になるような悪いことしなきゃいいだろうがしたら死刑云々とか頭悩まさなくていいだろうが、思うんですけど、まあ、結局はこれですよ、ひろゆきに完全論破されて悔しかった沖縄タイムズ記者阿部武、相手が見ていないツイッターでひろゆきは寝とうよと言い返し事なきを得た、得てないっすね全然ね、世論です。ネトウヨが現場に足運ぶかよバーカ、いや現場に行ってんだからネットウヨクじゃないだろ、ネトウヨは部屋から出ないぞネットだけの右翼なのに現場に出たらネトウヨじゃない、ネトウヨ言いたかっただけコメントでボロクソ言われてるけど、これなんかね、つべに動画上げて、コメント欄がひでごつになってるみたいですね、安倍の。いつものレッテル貼りで、すっきり、感情論で論点ずらしてるだけ、新聞記者がこんなに日本語を使えなくて、つとまんの。あれもネトウヨ、これもネトウヨ、多分ネトウヨ、きっとネトウヨ、これが沖縄タイムスの全力、安倍武史、21年6月15日にはですね、政府そのものがネトウヨって書いてました。あーなんだそれ、自分と意見が違う人はとりあえずネトウヨらしいんですけど、ネトウヨのお休みだな、政府がネトウヨだったら有権者の過半数っていうか投票に行った人の過半数がそのネトウヨに投票してるネトウヨになっちゃうじゃん。あ、したらネトウヨの方が世間的には一般的なんじゃねえの、もうこうなると安倍武氏はバカっていうより脳疾患なのかな、バカかつ脳疾患っていう可能性もありますけど、安倍と意見が違うならネトウヨで、意見が同じならネトウヨでない、意見が違うならネトウヨだっつうんだったらネトウヨでいいよもういいよもう言ってろ、これが沖縄タイムスの全力か、呆れちゃいますね。以前ですね、沖縄県民からお悔やみ欄がなければ沖縄タイムズなんて買わないって教えてもらったことが あります、やっぱ沖縄お悔やみ欄必要なんだって。どなたがね、沖縄でお悔やみ情報をメールで通知するサービスとか始めたら潰せんでねべが、琉球新報とか沖縄タイムズ、今は高齢者でもスマホ持ってるし、メールで毎日役所に行って、死亡届出たのを確認して、それをメールにして送るっつサービス、月500円ぐらいでいいかな、そういうの始めたら沖縄タイムズと琉球新報潰せんでねべが、って思います。さらに毎日新聞記者宮原健太ってやつもひろゆきが、ひろゆきにしろ谷原にしろ政治の知識も大してない人たちが言うこと自体がニュース番組として間違っていると、政治の知識がねえやつがつべこべ言うな、いうような意味ですかね、世論です。そういう人らを出してるテレビ局に文句言えば、政治の知識あるなしの判断は誰が、同じく素人の玉川徹には文句言わんのか、そのひろゆきに思いっきり釣られてるやんか。ひろゆきは少なくとも毎日新聞より影響力あるけど、分野風情が偉そうに思い上がるな、座り込みなのに誰もいないって事実を発信しただけやん。あら、また毎日の部数減りそうっていうね、騒げば騒ぐほど炎上にガソリン投下なのに黙ってらんないんだね。まさに脊髄反射で口答えだよな。黙ってらんない。攻撃っていうか、不利だっていうと、口が先に出るっつうね。左翼全力のひろゆきがを、全国テレビ局、全国キー局っていうのがどこも報道しないって終わってるよな。テレビ新聞しか、情報源がない人と
知ってる人が違いすぎてね、エリート高齢者さん、パソコンで動画見れる 11% の、所得格差よりも情報格差が凄まじいことになってますね。バカ製造機のテレビのせいで、いや本当に、ちょっと心配になっちゃいますけど、今後の日本をね、ですが若者は知ってますから、情報知ってますから、それが心強いところかな。何も知らないテレビ、なんかマトリックスみてえだなって常々思うんですけど、マトリックスの1が出た時、あ、これ日本の状況だな、テレビ新聞からしか情報を得てない人はなんか機械につながれて夢を見せられてる、なんかコンピューターが作った夢見せられてて、リアルワールド全然知らないっていうね、って思いましたけども、まあまあこういう事態になっちゃってるんではないでしょうか、テレビのせいで、というわけでメール党員さん、地区支部長さん、大募集であります、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。